下がったあのね、西川口ギャラクシーでのライブで、ですね、こんばんは、私は、葉っぱの葉に夜空に浮かぶ月、小の目の潮に理由の理と書いて、葉月汐理と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。1曲目に歌わせていただいた曲はですね、悲しみに一番近い場所という、ポアトリンって知ってますかね。懐かしいとか言ってる人は知ってるってことですよね。そのね、ポアトリンの、エンディングテーマでした、悲しみに一番近い場所、花島優子さんですね。はい、で2曲目3曲目はオリジナル曲を歌いたいと思います。ちなみに私のイメージカラーはグリーンなので、ペンライトグリーン、ペンライト持ってる方は ありがとうございます、グリーン振っていただいてありがとうございます、ありがとうございます。はい、グリーンで、お願いいたします。では2曲目3曲目はオリジナル曲を2曲続けてお送りいたします。それでは聴いてください。君はボーラスター。もう家にあるってしかないで、仕事をすると怒られて、猫に餌やりなんかね、弱なりなんて泣きたい、世間の冷たさに惹き、笑顔でいたい、いつまでも
はい、ありがとうございます。君はポーラスターという曲と真夏のモーメントという曲を聴いていただきました。というところで、これはこっちか、最後の曲となりました。やだ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 、今来たばっかりそんなことないないすいません、すいませんね、あの声出しちゃいけないのにねありがとうございます。私も月に一度、西川口Galaxy さんでライブを主催しております。来月もう7月は17日に、開催されたんですが、来月8月は8月19日の水曜日でございます。そしてこの日は、私のリアルバースデーでございます。なので、バースデースペシャルと題してこちらで、ライブをさせていただきます。白石かなちゃんも、出演してくださいますので、もしお時間ございましたら平日ですが、お越しください。では最後の曲です。止まない雨はない、雨が上がると虹がかかります。今日がどんなに辛くて苦しいことがあった日だったとしても、明日はきっといいことがあるさ。では聴いてください。虹、雲が流れて
明日はいい天気、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。